展開。イトカのことを調べるとテレビ局で働いていないことが発覚。それを不審に思った高三たちが、イトカと一緒に行動している霊なりたちが危ないのではないかと考える。そして霊の廃墟に到着したのだった。中を捜索すると霊の凛太郎のパーカーを発見。だが高三はこんなところにおっぴろげに凛太郎の私物があることに疑問を抱く。え？普通にここに凛太郎がいたのかと思いましたが、それも罠だったということか。もし凛太郎がこの廃墟ビルを隠れ家として使っているなら、どうして私物を隠していないんだ。そうか、さっき見えたパーカーも扉から少し見えていたもんね。あのパーカーの置き方はまるで自分はここにいますと言っているような感じだ。そんなこと、追われている人間がすることか？そう言われてみれば確かにそうだわ。とりあえず、この服は何か手がかりになるかもしれないわ。持っていきましょう。そうだな。そして、俺たちは凛太郎の持ち物らしきものをすべて回収した。そしてさらに上の階も探索。そこで彼方がつけていた凛太郎にもらったバッティを発見する。その部屋の中に入ると。あれは、そこには、一本のロープが置いてあった。ロープ？もしかして。コウ君、何かわかったの？扉の前に落ちていた彼方のバッティ。そして、部屋の中に置いてあったロープ。彼方は、ここで誰かに捕まっていたのかもしれない。え？誰かって？うむ、イトカの可能性が高い。もしイトカが警察のスパイなら、そうであってもおかしくないはずだ。そんな、じゃあ霊なり君も。ここにいないとなると、二人ともどこかに連れて行かれたのかもしれないな。それってかなりまずい状況なんじゃ。ああ、急いで霊なりたちの居場所を探しに行こう。でも、一体どこを探せば。それは、その時だった。なんで警察がこの廃墟に来るんだよ。廃墟ビルの外からパトカーの音が聞こえてくる。警察？俺は急いで、部屋の窓から下を覗いた。すると、そこには数台のパトカーが周辺を取り囲んでいた。下手に逃げると見つかると思った高三たちはこの部屋のどこかに隠れることにした。で、天井か。羨ましいことに林家さんを肩車し、屋根裏に入ることに成功。羨ましいは余計だ。そして屋根裏で息を潜める二人。それから数分後。だ、誰か来た。徐々に足音が近づいてくる。その足音は、俺たちが隠れている場所の真下まで来ていた。警察がこの部屋に入ってきたみたいね。そうみたいだな。すると、今度は話し声が聞こえてきた。警部、こちらにいましたか？カメラは見つかりましたか？耳が痛くなりそう。いえ、新村校、小野寺凛花の2名は未だ見つかっていません。やっぱり私たちが、ここに来ることは知っていたみたいね。そうですか、この部屋にはあの2名はいないようですね。それでは、さっき通報があった目撃証言というのは間違いだったのでしょうか？通報をしてきた女性は確信を持った言い方をしていました。ということはもうすでにどこかに逃げたということですか？そこまでは、はっきりと分かっていません。通報があった。それに、女性からの目撃証言だと。警部、どうされますか？わかりました。とりあえずもう少しビルを捜索してみましょう。皆さんにもそう伝えておいてください。了解しました。そう言うと、一人は部屋から急いで出て行った。病院に続くここにもいないとなると、この2件の通報はいたずらだったのでしょうか？それとも、何かの罠？病院、2件の通報。一体どういうことだ？イトカが仕組んだわな。ふ、調べてみる価値はありそうですね。そう言うと、その警部と呼ばれていた人物も部屋から出て行った。部屋からは音が消え、静まり返っている。すると、凛花が小さな声で話しかけてきた。ねえ、さっきの人女性から通報があったって言ってたよね。あ、もしかして、イトカちゃんかな？その可能性が高い。それに、病院に続いて2件の通報があったと言っていた。もしかしたらその病院は、今日俺たちが行こうとしていた病院なのかもしれない。え？ということは？あ、これは俺たちを捕まえるためのイトカの罠だということだ。そんな、じゃあ、本当にイトカちゃんは警察のスパイだったってこと？いや、スパイではないはずだ。警察のスパイではない？どうしてそう言えるの？あの警察の会話で、通報した人は女性という呼ばれ方をしていた。もし本当にイトカが警察のスパイなら、名前で呼ばれるはずじゃないのか。それもそうね。じゃあイトカちゃんは一体何者なの？俺もまだよくわかっていない。だが、イトカが霊なりとかなたを連れて行った可能性が高い。そうして無事に廃墟ビルを脱出した高三たちは漫画喫茶に向かう。イトカの情報をハッキングで手に入れるためだ。名前は未明かもしれないということで車のナンバーからイトカの情報を探る。高三生き生きしてんな。そして今の変装が似合うこと似合うこと。そして難なくイトカの情報をゲット。一応黒崎イトカってのは本名だったのか。そしてそこに記載されていた住所に直行する二人なのであった。そしてイトカの家に到着。外にイトカの車はない。林家のピッキングで部屋の中に侵入。まあ緊急事態だからな。中に入ると電気は消え、人の気配もなかった。静かだな。そうね。とりあえず中を調べてみよう。そして、俺たちは廊下を進みリビングに入った。リビングに入ると、普通の部屋が広がっていた。やっぱりイトカちゃんはいないみたいね。そうだな。ということは、レイナリ君とカナタ君はここにはいないのかも。うむ。とりあえず、この部屋に手がかりになりそうなものがないか調べてみよう。その時だった。え？何？リビングのどこかから、物音が聞こえてきた。誰かいるのか。もしかして。おい、レイナリカナタ。そこにいるのか。その声は、コウさん。レイナリ君だ。お姉ちゃん、助けて。カナタ君もいるみたい。やっぱりここに連れてこられていたのね。早く二人を探しましょう。やっぱりさらったのはイトカだったんだな。カナタに傷なんかつけてみろ。ただじゃおかねえ。え？私は自分の身は自分で守るんだぞ。あ、なんか奥に少し隙間が見え。いやこっちじゃなくて右。もっと右。いやいや棚の中ということも。霊なりが入んねえだろ。うん？この本棚の裏に何かあるぞ。え？本当だ、何かある。コウ君、この本棚を動かしてみましょう。そうだな。俺とリンカは本棚を動かした。すると、そこには一つの扉が隠されていた。この扉、もしかして。すると、リンカは扉越しに霊なりとカナタに話しかけた。霊なり君、カナタ君、ここにいるの？
お姉ちゃん。リンカさんそうだよ、僕たちはここだよ。だがそこには鍵がかけられていた。ピッキングでも飽きそうにない。高3たちは鍵が隠されていそうな場所を探すことにした。なんで普通のマンションにあんな開かずの扉みたいな場所があるんだよ。こうするように引っ越したんじゃない？誰かを監禁したりするために。計画的ってことか。これはそこには金庫が置いてあった。金庫ね、何か大事なものが隠されていそうだわ。あ、もしかすると扉の鍵もこの中にあるかもな。でもこの金庫も鍵がかかってるわ。4桁のパスワードを入力しないといけないみたい。そうみたいだな。しかし、すべての番号を入力して試す時間はない。パスワードの手がかりになりそうなものを探してみよう。4桁のパスワードか。とりあえずいろんな場所を探してみましょう。次はパスワード探しかよ。もたもたしてたら帰ってきちまうぞ。はーやーぐー。高3はまずカレンダーを調べた。そうか。何かの記念日とか。だがパスワードの手がかりになるものはなかった。次はパソコンを調べた。そうだよな、重要な情報ってのは大体パソコン。だがパソコンのケーブルが見つけられなかった。ないのかよ。次に床に落ちてる書類。飾ってある人形。何を調べてもパスワードの手がかりになりそうなものは見つからなかった。高3しっかり。とここでテーブルの上に何かがあることに気づく。これは、いとかの日記か。そうみたいね。他人の日記を勝手に読むのは気が引けるわ。今はそんなこと言ってる場合じゃない。中を確認してみよう。そうね、何か手がかりが得られるかも。そして、俺たちはいとかの日記を調べ始めた。12月24日、今日はお姉ちゃんと一緒にクリスマスパーティー。二人でクリスマスケーキを作ってプレゼント交換をした。私とお姉ちゃんはお互い猫が大好きだから、プレゼント選びが本当に大変だったよ。猫？私はお姉ちゃんに、猫の帽子をプレゼントした。お姉ちゃんからは、可愛い猫のぬいぐるみをもらったんだ。やっぱり双子だから好きなデザインは似てた。双子？とっても嬉しかった。それにお姉ちゃんの喜んだ顔が見れて、私も幸せだな。また来年も一緒にお祝いしたい。幸せそうな日記ね。そうだな。いとかちゃんって双子のお姉ちゃんがいたのね。知らなかったわ。リンカも知らなかったのか？え？出会って間もなかったし、いきなり家族の話を聞くのも失礼かなって思って。そうか。この日記に書いてあるぬいぐるみって、もしかしてあれかな？そう言うと、リンカは棚に置いてあるぬいぐるみを指さした。そうかもな。この猫って。ゴー君どうかしたの？いや、なんでもない。あの猫、どこかで見たことあるような。気のせいか。ほら、早く続きを読んでみましょう。そうだな。それから俺たちは日記を読み進めた。書かれている内容は、どれも楽しそうな内容ばかりだった。特に手がかりになりそうな情報はなさそうね。そうだな。そして、俺は日記をパラパラとめくった。すると、日記はあるページで止まっていた。うん？これはなんだ？ 2 月22日、お姉ちゃんは帰ってこなかった。今日は私とお姉ちゃんの大事な誕生日。今年も可愛いプレゼントを用意してたんだよ。どこに行っちゃったの？警察の人に相談しても、まともに取り合ってもらえない。お姉ちゃん、早く帰ってきて。3月1日、今日、警察の人が家に来た。お姉ちゃんの機体が森の中で見つかったらしい。でも、警察の人は詳しいことは教えてくれなかった。わからない。どうして？どうしてお姉ちゃんがピンだの？誰がお姉ちゃんをピロしたの？3月2日、お姉ちゃんをピロした犯人がわかった。森林太郎。お姉ちゃんを誘拐してピロしたピロ人気。許さない。許さない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 。どうしてお姉ちゃんをピロした？どうしてお姉ちゃんがピナなきゃならないんだ？どうして、どうして？その日記は何かで濡れて、文字が滲んでいる。私は、お姉ちゃんがいなくなった日を忘れない。2月22日。あの日を境に全てが変わってしまった。必ず見つけて復讐してやる。ピロしたい。ピロしてやる。復讐心にまみれていた。何？これ。俺とリンカは言葉を失っていた。その怒りと悲しみに溢れた日記に圧倒されていた。2月22日って、もしかして。ああ、俺たちが狼ゲームに巻き込まれた日だ。そんな、ということはいとかちゃんのお姉ちゃんも参加していたの？お姉ちゃんはきっとあの人だ。一体どうなってるんだ？狼ゲームの参加者の中身とかの姉がいた？そうだとしたら一体誰だ？もしかして。コウ君、何かわかったの？俺はリンカの言葉に背を向け、急いで金庫に向かった。そして、金庫のパスワードに0222と打ち込んだ。誕生日。そして姉がいなくなった日。重たい金庫の扉がゆっくりと開く。すると、そこには鍵と一枚の写真が入っていた。俺はその写真を手に取った。こいつは。こいつは。俺は金庫に入っていた写真を見て、驚いた。どういうことなんだ？猫？そうなるよな。ねえ、この写真に写ってるのって、もしかして。間違いない、実だ。実って、あの神キリツさんよね。ああ、この写真に写っているのは紛れもなくあいつだ。写真には、ケーキを囲んで幸せそうな顔をしている二人の姿があった。実の横には、同じく緑の髪色をした女性が並んでいる。じゃあ、実さんの隣に写っている人って、もしかして、いとかちゃん？確かに、よく見たら髪が大概はそっくりね。そうして高さんは自分たちも命に狙われていることに気がつく。リツさんを処刑したのは俺たちなのだから、急いで鍵を開けて部屋に電気をつけると、そこには俺たちの顔写真が、急いで逃げないと命の危険が、逃げようとしたその時だった。どこに行くの？見つかっちまった。目の前にはイトカの姿があった。イトカの店員は包丁が握られている。イトカちゃん。新村こう、君捕まってなかったんだ。どうして？どうしてこんなことするの、イトカちゃん。なんかもうお願いやべえ。イトカはリンカの声に答えようとしない。ちょうどいいわ。本当は、レイナリだけに話を聞けばいいと思ってたけど、あなたにも話してもらうわ。新村こう、私のお姉ちゃんがなぜピンだのか。そう言うと、いとかはかぶっていた帽子と髪の毛を外した。
これが本当の私。あなたたちにピロされた神キリツの妹よ。俺たちは。うるさい、黙れ。言い訳でもするつもり？イトカさん。お前たちを許さない。そして、イトカは包丁を持ったまま俺たちに近づいてきた。その後、ゆっくりと隠し部屋の扉は閉まった。なんも言えねえ。でもリツさんは過ちを犯してしまったから処刑されて。いや、それも間違ってるよな。一方その頃、え？どの頃、警部。もう逃げても無駄ですよ。は、は、は。さすが椿ちゃん。身体能力じゃかなわないな。どういう状況？警部、そのデータを捨ててください。これは警告です。警告？命令じゃないの？ふざけないでください。もしもの場合は、射殺許可が下りています。素直に従ってください。わかったよ。警部。じゃあ、早くそのデータをこちらへ。それはできない。え？椿ちゃん、僕は絶対にこの情報を渡すつもりはないよ。僕からこれを奪いたければ、僕をピロして奪うんだ。な、何を言ってるんですか？警部は、立派な警察官です。警察官が、こんなことをしていいと思っているんですか？僕は自分の正義に従うまでだ。それに、警察バッジ、投げた。こんな腐った組織に、これ以上身を置くつもりもない。マジかよ、宗次郎、かっこつけすぎよ。警部、あなたは今何をしているのかわかっているのですか？椿ちゃん、僕はたった今警察バッジを捨てた。もう警部でもなんでもない。ただの神崎宗次郎という一人の男だよ。警部、これが最後の警告です。お願いします。私にあなたをピロさせないでください。こんな顔初めて見た。椿ちゃん、君は本当に立派な部下だった。君のような存在が、この国には必要だ。君は僕の分まで、警察としてこの国を守るんだ。さあ、僕をピロせ。嫌です。じゃあ、僕はこの情報を世間に公開する。く。そんなに、その情報が大事なんですか？一体その情報って何なんですか？それは教えられない。君が知れば、必ず君もピロされる。そんな。嫌です、打ちたくありません。僕はもう覚悟はできてるよ。さあ、撃つんだ。嫌だ。撃て。マジかよ、撃つしかねえじゃん。前もレイナリの時にもこんなことがあったような。椿ちゃん手震えてんじゃん。ごめんなさい。やっぱり警部の言っていることは理解できません。今まで、ありがとうございました。さようなら。え、もちろん外してくれたんだよね。やだよ。宗次郎、お前の方が警察組織には必要な存在だよ。